今朝、まあ、早い時間帯にですね、中国の恒大集団がですね、まあ、アメリカで連邦破産法第15条を、まあ、申請したというニュースが、まあ、流れまして、まあ、ちょっと緊張感が走ったわけですね。まあ、このところ、中国の最大手の不動産企業等々のですね、まあ、大幅赤字決算などが流れていて、それこそまあ2021年からまあ話題の中心だった恒大集団についてはですね、どちらかというとあまり情報が伝わらないような状況だった。のが、まあ、今朝方いきなりですね、まあ、連邦破産法第15条が、まあ、適用申請されるということになりました。まあ、アメリカの連邦破産法っていうのは普通はアメリカの企業ですと第11条というのを、まあ、申し込むんだそうですけども、恒大集団は中国企業でアメリカから見れば海外の企業。恒大集団のですね、アメリカにおける財産の差し押さえ等々が行われないような形にするための申請だったっていうことなんでしょうけれども、まあ、いずれにしても事実上恒大集団がですね、まあ、破綻に追い込まれたっていうことには変わりはないというふうに思われます。中国の不動産が非常に厳しい状況に置かれているってことについてはもうそれを知らない、マーケットが分かってないっていうような状況はまあもちろんなかったので、このことが原因でですね、まあ今日大きく売られたという感じではもちろんなかったんですけれども、まあ朝方からですね、日経平均は瞬間で 31,275 円というところまで下がりました。まあこれは昨日つけた 31,309 円もまあ、下回る、まあ、状況になったので、3万1000円との、1000円の攻防になってしまうのかというような状況もあったわけですが、午前中の、まあ、11時半になるちょっと前にはですね、プラスに転じたわけですね。しかしながら、まあ、結局はマイナスで終わり、午後からはまた冴えない展開になって、今現在は264円安、31,361 円という状況で、今現在14時27分現在、まあ、そういう状況になっています。一方トピックスなんですけれども、まあ、トピックスはですね、昨日の安値が2227ポイントで、で今日の安値が2228ということで、まあ、日経平均と違って、で昨日の安値をトピックスは今日割れていない。そして今現在2230といったところです。でまたトピックスはこのところまあ今年の最高値からの下げの一番まあ大きかったところはですね、7月12日の2215ポイントになるわけですけれども、これも実はトピックスの方はまだ昨日も割れてない、今日も割れていないということで、まあ明らかにチャート上はですね、日経平均とトピックスにまあ差がついているというような状態になりました。まあ私は見立てではですね、まあ日経平均は悪くても3万1420円程度で止まるのかなというふうにまあ考えていたわけですが、昨日まあそれも割れて、そして今日はまたさらに昨日の安値を割れて、まあ 31,275 円まで行きましたので、まあ形の上ではちょっと崩れてしまったわけですが、まあトピックスとの間で違った値動きになっているってところに大いに注目したいなと。そういう中で今日はですね、日本の消費者物価が発表になりました。4月のですね、消費者物価は総合で前年同月で 3.1% の上昇。3.3% だった、まあ、前回に比べるとちょっとは縮小はしているんですけれども、まあ、依然として伸び率11ヶ月連続で、まあ、3% 超えとなっていますので、まあ、日本銀行が、まあ、物価目標に掲げる、まあ、2% 台をですね、まあ、上回って、まあ、インフレ圧力の強さをですね、まあ、物語って立っていると思います。まあ今月はですね、電気代が 16.6% 下落したことが、まあ、大きな、要因として、まあ、物価を押し下げたわけですけれども、一方で、まあ、生鮮食料品を除くですね、食料品が、まあ、9.2% も上昇しているということで、また、携帯電話料金もですね、1993年の10月以来の高水準、サービス価格 2% 上昇しているということで、携帯電話料金も上がったということですね。で、生鮮食品と、まあ、エネルギーを除いたコアコア CPI で言うと 4.3% の上昇。これは、まあ、市場の予想と一致しているということですね。まあ、それにしてもやっぱり日本のインフレのちょっとしつこさ、値上げが遅れた分、今でもまだ値上げが続いているっていう状態が、まあ、今の日本のですね、まあ、インフレをまあしつこいものにしていると。まあ、そんな中で日本のまあ今日の金利動向なんですけれども、10年債のですね、利回りは今日は低下していて、まあ、0.627% といったところであります。
まあ、日銀がですね、イールドカーブコントロールの運用を柔軟化するっていうことで、バンドは 0.5 にはめているけれども、10年国債の金利が何が何でも守る水準という意味ではですね、差し値買いオペをする水準を 1% にしたっていうのはもう3週間前になるわけですけれど、これ以降ですね、金利が一気に 1% に近づくんじゃないかっていう、まあ、考え方をしていた人も多かったんですけれども、まあ、そうはならずにですね、一旦 0.6% を割れる状態が続いていましたが、今週になってまあアメリカの金利が急騰してきてですね、アメリカの10年債、実は昨日の日本時間で2年債が 5% を超え、3年債が 4.316 とかですね、まあ、結構高いところまで行きましたね。昨日ちょうど日本時間の3時ギリギリのところで、まあ、最もまあアメリカの金利の先物一番高い状態になってたんですが、まあ、日本の株式市場は割とそこには反応せずに、まあ、戻り基調になっていて、で、まあ、アメリカ時間では昨日日本時間につけたものより特に、まあ、金利が上昇したわけではなかったんですね、アメリカの金利は。で、帰ってきましたが、先物市場は昨日よりさらに、まあ、日本の先物市場も、まあ、割れていて、まあ、今朝方から昨日の安値も割れていった。しかし、まあ、トピックスベースでは割れずに今現在なんとか踏ん張って動いていると。いよいよですね、そこが見えてきたのか、いやいや、ちょっとこっからまだ底割れしていくのか、まあ、まさにそこの分水嶺に今あるように思われます。まあ、しかしながらですね、悪い材料を探せばキリがないという感じではありますが、まあ、一方でですね、力強い材料もたくさんあります。企業業績にしましても、GDP の伸びにしましても、決してですね、悪いところばかりではないので、まあ、ここは本当に冷静になりたいところだなと。結構株式市場に身を置いてるとですね、やっぱり下がってくると非常にやっぱり厳しい環境といいますか、厳しい気持ちになってくるわけなんですけれども、ここはですね、しっかりと冷静になってですね、やはり今後も買いたいと思うような、いい銘柄をですね、安いところで拾っていくってことも、とっても大事なことなんじゃないのかなと。いうふうに思っています。基本的にですね、半導体関連株が、まあ、先日の東京エレクトロンの決算もそうですし、アメリカの方でも、まあ、来週は NVIDIA が23日決算発表ありますけれど、いずれにしてもですね、ちょっとこう下げ止まってきているんですね。この辺に私は注目していて、この辺が下げ止まりしてくるとですね、そうそうここから底割れしていくほどの下げに慣れにくくなっていくのかなと。いう気がしています。で、またソフトバンクグループの株価なんかも、まあ割としっかりして、今日も9円高ということで、全体としては、まあ弱い地合いが続いているけれどもですね、ここから日経平均を大幅に押し下げていくようなムードでも、どうやらなさそうだなと。まあこんなふうに考えています。まあここはですね、まさに辛抱のしどころ、むしろですね、ここからですね、思わぬですね、株高につながるという可能性もですね、頭の片隅に入れつつですね、まあ、日本の株式市場を見ていきたいと、まあ、こんな風に考えています。